はい、ということで皆さんこんにちは、パクセイレンです。本日はこちら東京都練馬区にあります西武池袋線練馬駅からスタート。今回はこの練馬駅から皆さんにちょっとした運賃計算のからくりについてお話ししていきたいと思います。今回は練馬駅からとある駅まで電車で移動していくんですが、この練馬駅からとある駅までのところっていうのが、なんと乗る列車を間違えると所要時間はほとんど変わらないにもかかわらず運賃が約2倍にまで膨れ上がってしまう別のなヤバい区間となっているんですね。今回はそんな区間を皆さんにご紹介していきたいと思います。首都圏では2点間の移動の際にルートが複数用意されているということは珍しくありません。例えば新宿から八王子まで行く場合には JR 中央線で行くのと、それから京王線で行くのと2つルートがあるわけですけれども、今回練馬から目指す、僕の目的地となっております駅までもルートは2種類存在しております。今回はね、その2つのルートを実際に乗ってみて、そして運賃がどれくらい違うのか見ていきたいと思います。練馬駅の上りホームにやってきました。3番線にはちょうど各駅停車池袋駅が到着をしたところ、そしてその反対側、こちらがですね4番線側にも今度上り方面の列車がやってきます。こっちはなんかいろいろごちゃごちゃ書いてありますけれども、ちょっとこの辺には後で読むことにして、そしてこの練馬駅には外側のところにこのように通過線が設けられていて、今ちょうど西武秩父からやってきた池袋行きの特急秩父号が通過しているところですけれども、このように練馬駅に用のない急行や特急列車といったこういった通過列車に関してはもうホームにかすりもせず、この一番外側の通過線をさっそうと通過していきます。この東急豊子線と東急目黒線の元住吉みたいな、そういう構造をしています。さあやってきました。向こうからね、各駅停車の元町中華街行きの電車が到着。東急豊子線で活躍をしております、こちら5050系ですね。こんな感じでなんか今度QC とかつくとかなんとかいろいろ話は出てますけれども、こちらの10両編成、この電車は終点の元町中華街まで各駅に停車するというわけではなく、多分途中渋谷あたりから急行として運転とかするんじゃないかなと思います。東急豊子線は普通列車は8両ですからね。さあこんな感じで3番線側、画面向かって右側のホームからは各駅停車池袋駅が、そして画面左側4番線からは東急豊子線直通の各駅停車元町中華街行きが発車していくところ、これらの列車両方ともね、僕が今回目指している駅には向かうんですが、しかしこの2つの列車どちらに乗るかによってかかる運賃は相当大きく変わってくるということなんですよね。これ初見の人にはね、まず分かってもらえないんじゃないかと思います。さあ今出ていった各駅停車の続行でやってまいりました元町中華街行き、これに今回は乗っていきたいと思います。先頭のところ貫通扉の左側には 51SF 階級と書いてありますが、これは F ライナー快速急行という意味。 F ライナーというのはね、この五直と呼ばれているみなとみらい線、東急東横線、地下鉄副都心線、東武線、西武線のこの5つの鉄道会社の間で運転されております優等列車の名前でして、この F というのは、5社直通ということで、5の F とか、それから路線図が F の形に似ているから F だとか、いろいろそういう話はあるんですが、そんな感じで運転されている列車の名前の一つ、別にライナーという名前はついていますが、TH ライナーとか、それから湘南ライナーみたいな感じで乗車する際に追加の料金は必要としません。これ東武東上線内とそれから地下鉄副都心線内では F ライナー急行、西武線内では F ライナー快速急行、東急豊子線とみなとみらい線内では F ライナー特急ということで、それぞれの路線において少しずつ種別が変わっていくのがこの F ライナーの特徴です。練馬を出発してすぐに地下トンネルに入り、列車は一つ駅を通過していきます。ホーム上にお客さんはまばら、この駅は通過駅です。こんな感じで普通に駅を通過していきますが、この駅は昔この F ライナー快速急行が停車駅として選んでいたところ、数年前のダイヤ改正で停車駅から外されてしまいました。ちょっとかわいそうな駅です。でそしてさらに地下トンネルをくぐって列車は間もなくまた別の駅に到着します。こちらは停車駅です。でここは小滝向原と言いまして、この西武線の中でも結構重要な駅で、この駅で多くのお客さんが乗っていきます。この駅で降りるお客さんっていうのはね、そんなにいないんですが、ここから先、東京の副都心方面、渋谷とか新宿とか池袋とか、そっちの方に行くお客さんは基本的にこの列車に乗るという感じになりますね。もうほぼ全ての乗車口のところにお客さんが3人とか4人とかそれぐらい並んでいて、この F ライナーの人気度の高さがわかります。こんな感じで先頭車両でもこれぐらいの乗車率ですからね、結構高いですよ。そして今乗ってきた F ライナー快速急行ですが、この駅からは種別が変わりまして F ライナー急行になります。そして今度ね、1番線にやってきます9時23分発の新木場行き各駅停車電車、これに乗り換えて、そして今回向かいます駅、ここでちょっとネタバレをしてしまいたいと思いますが、今回は池袋駅まで向かうんですけれども、この各駅停車新木場行きに乗って池袋へ向かいます。
さっきの F ライナー急行に乗っても良かったんですが、ただあちらはねちょっと池袋駅のかなり地下深いところに到着するので、ちょっとねそのあたりめんどくさいからということで、ちょっとあの甘えが出てしまったわけなんですが、ここであちらの電車からこちらの電車に乗り換えて、そしてここから先は池袋を目指していくという形になります。あちらの F ライナー快速急行、失礼、 F ライナー急行ですね、急行が小滝向原の駅を出発、そしてこちらもあちらの急行が完全にこの小竹向原の駅を出発しきってから扉を閉めて、そしてこんな感じで小竹向原の駅を出発していきます。反対側にはこの間鉄道友の会からレゴレル賞を受賞しました1万7000系電車も到着したところ、最近はあの車両もどんどん増えてきて、もう東京メトロの顔としての役割を結構担うようになってきたような気がします。そしてここはですね、線路が4本敷かれておりまして、真ん中の2本と外側の2本で走る線路が変わります。これちょっと面白いですけどね、地下鉄の副線といったところでしょうか。そして列車はさらに走ってきまして、今回の目的地であります池袋駅に到着します。池袋駅は結構こんな感じで、僕ねこっち側の池袋の駅に来たのは初めてなんですが、思ったよりもこれホーム広いんですね。真ん中のところにもう1本分ぐらい線路通せそうなスペースありますけれども、それぐらいホームは広め、エスカレーターはとんかくとして階段は相当な横幅があり、あこの駅を使っているお客さんは結構多いんだなということがわかります。まあそれは池袋ですからね、世界第2位の乗降客数を誇る超巨大ターミナルですから、まあそれぐらい階段の横幅がないと特に朝のラッシュ時間帯お客さんを全員さばききることができないんでしょう。さあ扉を閉めて各駅停車新木場駅はこの池袋の駅を発車していきます。こんな感じで少しずつ加速をしていきまして、ちなみにこの有楽町線はこの間からあのワンマン運転が始まって車掌さんが乗務しない路線に変わったんですが、ここからですね、あそこのエスカレーターか階段か、まあどっちでもいいですけど、これを上がって、そして、この池袋駅の外へ出ていきたいと思います。さあ、運賃はいくらになったのか。さあ、改札階に上がってきまして、両隣をね、改札に挟まれているわけですけれども、運賃はいくら引かれるのか。タッチすると、なんと、隠居額、さ、315円、え、嘘でしょ、315円も取られんの。え、練馬から池袋ってたった6キロしかないんですよ。たった6キロで315円ってどんだけぼったくり路線なんだという感じなんですが、まあ取られちゃったものはしょうがないんで諦めますけど、でもね、これ乗り換えアプリだと練馬池袋間178円っていうことになってるんですよ。それでこの315円とは一体どういうことかと、ね、信じられません。一回これ西武鉄道と東京メトロを相手取って裁判を起こさなきゃ、まあわけのわからない茶番はこれぐらいにしといてですね、改めてやってまいりました。西武池袋線の池袋駅、今度はですねこの池袋駅、西武池袋線の方から電車に乗って、そして練馬まで行きたいと思います。さすがにねこの西武経由で練馬まで行って、それで178円の運賃が引かれなかったら、お前あの178という数字は一体どこから出てきたんだと、で178という数字がおぼろげに出てきたんですというどっかのねあの国会議員の話じゃあるまいしという感じなんで、ちゃんとこっちの方ではね178円引かれてくれないと困るわけなんですが、乗ります列車は5番線から9時40分発準急小手差し行き、50分発の急行は練馬には止まらないので準急に乗っていきます。さあ時刻は9時40分になりまして、準急小手差し行きは池袋の駅を出発、先ほどの地下鉄経由と比べて運賃は果たしていくらになっていくのでしょうか。電車をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は準急小手差し行きです。次は練馬です。豊島園と地下鉄有楽町線、副都心線、都営大江戸線は乗り換えです。池袋駅を出発するとこんな感じで大きく右へとカーブをしていきます。ちょうどここには運用を待って多分これ昼寝をしている状態だと思うんですが、西武鉄道の6000系が停車中。この車両は F ライナー快速急行として、地下鉄副都心線や東急東横線、みなとみらい線にも顔を出すことがあります。そしてちょうどここで山手線や湘南新宿ライン、埼京線の副区線をまたいで進路を大きく西へと変えて、そして所沢飯能方面へ進んでいくことになります。なんかこの構図あれですね、あの西武新宿行きの電車が高田馬場に到着する直前の構図にすごく今似てる気がしたんですけど、そんなこと思ったの僕だけでしょうか。準急という言葉を聞くと小田急ユーザーの僕からすれば相当遅い、まあ普通列車、各駅停車電車の一つ上の種別ということで、相当ね停車駅は多く各駅停車とほとんどスピードも変わらない、そういうイメージが僕の中ではあるんですが、しかしこの西武池袋線の準急は池袋を出発すると練馬、石神井公園、そして石神井公園から先は各駅に停車していくということで、少なくとも石神井公園まではそれなりの速達性があります。だからねこうやって乗っていくと、まあやはり遠近分離のね目的なども多少あるんでしょうが、結構ね駅をたくさんすっ飛ばしていってくれて、個人的には乗っていて楽しいです。池袋から多分練馬まで4駅5駅ぐらいあるんじゃないかなと思うんですけど、そういったところを全部一気にすっ飛ばしていってくれますからね。今通過しているのこれは
多分東長崎とかその辺になるんじゃないかなと思います。2面4線の後からやってくる列車を待避することができるような構造の駅となっています。さあ、池袋からずっとノンストップで走ってきましたが、まもなく列車は練馬の駅に到着します。今下から上がってきた線路ありましたが、こちらが地下鉄からやってくる列車が走る線路、小竹向井半方面からやってくる列車が走る線路です。隣のホームには快速急行の飯能行きが停車中。こちらの電車は先ほどお見せしました F ライナーではありません。東急豊子線の菊名から途中小竹向井原までは各駅に停車し、そこから先は快速急行に化ける1日1本だけの8両編成の電車です。8両編成の快速急行って実は1日1本ある菊名からやってくるやつしかないんですよね。準急の小手差行きは10両、そしてこちら側に停車している快速急行の飯能行きは8両ということで、早い種別の方が編成が短い爆現象が起きています。さて、ここでね、もう練馬駅に到着しましたんで、別にもう快速急行飯能行きとかに興味はないですから、早速ここで下の階に降りて、そして改札を出ていきたいと思います。先ほど地下鉄を経由した時には運賃315円でしたが、今度はいくらかな ?178円。よかった。さっき調べた乗り換え案内のアプリ通りの運賃が精算されてくれました。これ練馬駅の運賃表を見てみると、当駅から池袋までは180円ということになっています。対する地下鉄方面、小竹向原経由の運賃は池袋まで320円ということで、2倍とまではいきませんが、しかし大体 1.5 倍ぐらいの運賃の差がここで発生しているわけです。これはまあ単純な話でして、小竹向原経由の方は、あれは西武鉄道と東京メトロ2社にまたがって走っているので、2社それぞれで運賃を取られて、そして割高になってしまっているですね。一方、池袋から練馬まで戻ってきた時には、あれは西武鉄道しか走っていませんので、運賃は180円、西武鉄道の運賃だけで済んだということになるわけです。ということで今回は練馬池袋間のちょっとした運賃の違いについてのご紹介でした。ご視聴くださいましてありがとうございました。